南側栗林駅は、香川県高松市、藤塚町3丁目にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T25。駅表示パネルのコメントは、栗林公園の駅。島式ホーム一面二線を有する高架駅。一番乗り場は8両編成対応。二番乗り場は7両編成対応。CTC 加護に一番乗り場が一線スルー化されている。 高架開業当時、ほとんどすべての急行、阿波、室戸が通過していたが、上り列車は2番乗り場を通過していた。しかし、2021年現在、特急、渦潮を含めた全列車が停車する。駅舎は高架下に設けられており、プラットホームを含めると3階建てとなる。現在の駅舎は、地上時代に駅の西側で、 高徳線をまたいでいた高松琴平電機、鉄道琴平線をさらにまたぐ形で高架化されている。社員配置駅、緑の窓口を備えるが、駅員が駐在するのは19時15分までである。2010年3月12日までは20時までで、あったが3月13日のダイヤ改正より短縮された。1階は店舗スペースとなり、2011年3月11日までは、 旧駅舎時代から営業していたキオスクが存在した。2階はコンコースとなり、改札郊外には水洗トイレを備える。2階からホームまでの間には、上りのみエスカレーターが設置されている。エスカレーターの稼働時間は朝の6時から夜の19時までである。一方、2021年4月現在、エレベーターは未設置で駅の入り口からコンコースまでの間や、 ホームからコンコースに降りる場合のバリアフリー対策は未対応である。現状ではそうした対策の必要な乗客に対しては駅員が個別に対応を行っている。発着ホームは概ね方向別に分けられているが一部逆のホームに入る列車もある。高徳線の駅で、かつ水駅の次に利用客が多い。これは高松、栗林間が有事型になっており、 栗林駅から市街地中心部へ行く人が多いからである。ホームから見た駅北側の高松市街駅周辺はマンションが急増し人口が増加している。高架下には駐車場、駐輪場、高松市のレンタサイクルポートがある。高架化以前の東駅北側敷地跡にはベルコによる結婚式場、清楚ィアチャーチが開業。後に閉館指導者の葬祭場。 シティホール富士塚が2016年3月にオープンした。当駅の高架下には、香川銀行、今里支店 JR 栗林駅出張所が出店していたが2008年5月23日に、今里支店へ統合される形で閉鎖。出張所後には、JR 四国グループの四鉄不動産が入居している。高松こと平電気鉄道の栗林公園駅とは、 約500メートル離れている。なお、栗林公園は、隣の栗林公園北口駅が最寄り駅である。駅前にことでバスの JR 栗林駅バス停がある。ショッピングレインボー循環バスが、西回り便、東回り便ともに、日中は25分ごとに発着しており、高松駅、河原町駅などのターミナル駅のほか、新興商業地、レインボー通りを結んでいる。 JR 四国の観光地アクセス駅における愛子化、サービス2020年3月14日にサービスイン四国旅客鉄道西日本旅客鉄道オリジナルの2020年1月28日時点におけるアーカイブ https://web.argive.org/web/20200128080358/http://www.jr/.shikoku.co.jp/.03newspress 2020%2001%2027%2004pdf2020 20 2020年1月28日閲覧。観光地へのアクセス駅で新たに愛国家がご利用できるようになります。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2019年12月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 1 2 2 3 2 1 3 9 2 7 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3 n e w s p r e s 2019 2007 2004 PDF、2019年12月29日閲覧。日曜日273月2016高松市藤塚町3-19-24地地方藤塚内覧会イベントヒントハット、桜町出張所の田町支店内への移転及び桜町クイックスクエアの設置について 四国新幹線開業を見据えた街づくりの議論を四国新幹線高松駅構想について香川経済同友会2021年2月14日閲覧ありがとうございます